最初写真撮り始めた時って、はい、自分の作ったそのヘアスタイルを写真に撮りたいって純粋に思われて始められたんですか？撮影行くじゃないですか、絶対カメラマンいるじゃないですか、はい、めっちゃ面白そうだなと思って、うん、あ、そういうきっかけなんですか、はい、へで、これ自分でも自分で思い通りに撮れて作れてやったら、まあ一人で全部できちゃうな。あなるほど、その時はフィルムのいわゆる一眼で、そうですね、一眼でフィルムでしたね。なのでいちいちなんか初めはその時ポラって言って、はい、そうですね、1枚200円ぐらいするやつをベシッて撮ってやったりとか、そうそうそう、そういう時代だったので。最初に手にしたカメラって何だったんですか？自分で買われたんですか？買いましたね、あの、なんだっけ、マミヤの、あ、そんな中盤の、中盤ですか、そう、645かな、そんな感じのやつでした、確か。お、AF のやつですか？普通のマニュアルの、マニュアルと両方できるやつ、はい、私もマミヤ645持ってます、はい、なんかそれがカメラマンさんが一番なんかいいんじゃないのみたいな。いきなりもう終盤を迎えた。そうですね。そっからなんか今度6、7ぐらいの時で、でけえなと思って、重たいと思ってやってたんですけど、もう重いからもっと軽いやつにして、で今度最後はデジタル。はい。デジタルはなんと。デジタルなんだっけな、キヤノン？キヤノン。当時はやっぱりホラでテストして、ポジフィルムとかで撮ってらっしゃる。あ、そうです。あ、富士フィルムじゃない、あの、あれです。カラメガフィルム。プロなんとか、なんだっけ。プロビアとかですか。そうそう、プロビアの、ネガとポジと両方撮ってやってました。ポジも撮ってらしたら光をね、光に対するそのシビアさはすごくよく分かってらっしゃいますよね。だから、分かんないので、どうやってやるのか。はい、ダストロボとかも買ったりとか、やって、はい、すごい。もう相当カメラマンさんに聞いたりしてましたね。まあ、うるせえなみたいな。そう、まあ、周り の, その美容師さんはいらっしゃったんですか、はい、そういうあの、まあ、写真も撮ってっていう方っていうのは。まあそんなにいなかったと思いますよ。はい、そうですよね。でも本当に今先駆者というか、はい、あとはスタッフの作品も撮るようにして、でそこからスタッフにもカメラを教えて、それでやってました。今でもやられてますか、そのスタッフさんの、まあ、もう本当何十店舗も、まあ、今はセミナーとかで、はい、あの一緒にコラボして誰かにカメラをやってもらって、うん、教えるみたいのは今でもやってます。まあ、作品でこの、まあ、スタイルのヘアだけじゃなくて、このモデルさん、まあ、選び、まあ、先ほどねありましたけど、モデルさん選びとか衣装とかメイク、まあ、トータル の, あのスタイリングをこの、まあ、提案する、まあ、写真も最後、まあ、ありますけども、まあ、そういったところで提案することで、そのサロンの、まあ、集客に関しては、やっぱりどんな影響が、はい、まあ、集客に関して言うと、多分僕が作るやつって、今作るやつはあんまり集客は考えてないんですよね。やっぱりこう目に留まるようなものとかっていうところ、まあ、変な話コレクションみたいな感じとかっていうところでは考えては作りますけど、特に集客は考えてないですね。集客やるんだったら本当に別に iPhone とかでリアルの方が集客できちゃったりするので、ビフォーアフターとかカラーを載せたりとかってやった方が全然集客できちゃうので。髪の毛をアクティブ感が、まあ髪が生きてる感じにしたいですよね。なんかこう風が吹いてなくても風が吹いてるようなっていうような感じで、それが僕のデザインなんで、宮村印なので、どっかには絶対宮村印っていうのを入れたいなみたいなっていうのはありますね。それはもうずっと前からですか？まあずっとですね。あんまりこう綺麗に切ったりとか、まっすぐ作ったりとか下手くそなんで、そっちちょっとダメなんですよ本当に。なのでもうなんかもっと柔らかく可愛らしい丸いシルエットとか曲線みたいな方がいいかなと思って、そっちをどん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 追求してってやった感じですかね。
どこからどういうふうに決めていくとかっていうことはあるんですか？ヘアスタイルまず決めてから。昔はヘアスタイルはもう一番最後ですね。そうですか、はい、もうメイクとか衣装とか見て最後ヘアデザイン、一番初めはモデルですかね。モデルさん、まあ、イメージのモデルさんとレングスから入って、そこからはどういう風にやろうかみたいな、あのなんかもうフラットに考えですよね。なんかデッサンしたりとかもう今とかで絶対しないですし、もうその時こう見て舞い降りてきたものを作ってます、まあ、もちろんテーマがあればそれに合わせですけど、はい、昔そういう風にできるようになるまでに、まあ、そうですね、相当の引き出しがないと多分できないの で、ね、昔はいろんなものを見たりとか幼少とか見たりとかしてましたけど、でもこれって結局モノマネじゃんって思って、たとえそれと同じようなものが出たとしても、でも僕は考えずに出したものなのでモノマネではないので、まあ、よくあの外人のビーチにいるようなあの素敵な女性みたいな、ああいうのはすごい好きだったので、まあ、そういうのはよく見てましたね。自分の作品を特にこう立体のものをヘアスタイルも全部、着ているものも全部立体じゃないですか、はい、それがこう平面写真になると平面に落とし込まれると思うんですけど、はい、そうなると写真にするときに、はい、あの先ほどおっしゃってた光とか以外に、はい、何かスタイルを作るときに特別注意していることってあるんですか？それめちゃめちゃあるんですけど、この立体感を出すっていうことがなかなかみんなできないと思うんですよ。だから立体感じゃなくてもう立体すぎるぐらいの感じの、なんか 見た目ではえこんなのって思うんだけど、でもこっちに落とし込むとあこうやって映るんだみたいな、だそのこの足し算引き算みたいなのができないとダメだと思うんですよ。背景とか、まあ、結構あのリアルのこの雑誌は結構やっぱりこうふわっとした自然光みたいなのが多いので、まあ、こういう固めの時とかこういうふわっとした時とかの何かそういうところの作り方というか、それがものすごく難しいというかですかね。束感と程よいラフさ、こうラフさが難しいです。ヘアスタイルっていうところであの何でしょうね、大事というか、はい、そういうのはありますか？ありますね。学んだ方がいいですね。学んだ方がいいですね。なるほど、はい、ありがとうございます。絶対、まあ、メイクもそうですし、はい、ヘアもそうですし、カメラをやると上手くなります、もっと。まあ、今だと iPhone とかでやべって撮りますけど、でもそのレベルだったらそのレベルいいと思うんですよ。 SNS にちょっと乗っけるぐらいだったら。でもそれじゃないもっと高いレベルのところでやるんだったら絶対カメラとかはやった方がいいですね。これがもう自分のサロンワークに生きると生きますね、はい、具体的にどんな写真を自分で撮ってみると、はい、あのスタイリングに対してどれぐらいの直接的な効果があると思いますか？何か突然どこかが気になり始めるとか、はい、なんかそういう直接的な影響ってどういうところにあると思いますか？作品作る時には、はい、まあ、こう360度どっから見ても来いよみたいな、どっからでもいいよみたいなっていうぐらいの感覚、まあ、奥行き感もそうですし、ただ正面から見ればいいじゃなくて、なんかこうどっから見てもかかってきてよみたいなっていう、なんかその意気込みというかっていうのはあった方がいいかなって、そういうのが養えてこれちゃうんですね、きっと。あとスピード感、サロンワークとかがスピード感をもっと生んでくるので、やっぱりそういう撮影とサロンワークっていうのはもう全然離れてるものじゃなくて、サロンワークの延長が撮影であるし、こっちの撮影がじゃあサロンワークに落とし込む、リアルのお客様に落とし込めるみたいなっていうのはあると思うし、なんかこうやっぱこう結んでるというか、そういう感じですかね。今こうカメラを持ってその自分の作品として
取られてる方っていうのは、はいはい、根村さんのところには多いっていうか皆さんまあ今もう iPhone ですねみんなもう、はいまあ、一眼持ってる人もいると思うんですけど、はい、あなんかそこまでこだわらなくてもいいかなみたいなっていう結構パッと撮ってパッと出していく、ね、スピード感みたいなのを重視されますよね、はいはい、楽しいかなってたまに思っちゃいますけどね もちろん集客のためにやってると思うんですけど、うんはい、たまには自分の作品っていうかそういうのは撮ってもいいんじゃないかなって、まあ、同じ作品なんですけどなんて言えばいいんだろうな別にそれで集客するものじゃなくてもっとなんていうのポスターじゃないですけど、まあ、そういうところに使ったりとかっていうのをたまにやると、まあ、クリエイティブまで行っちゃうとクリエイティブすぎちゃうとちょっとなんじゃこりゃみたいになっちゃうのでその間ぐらいのやつを楽しんで作るとかっていうのはいいと思うんですよね。